おはよう、翔子。あれ何かあったの？暗い顔してるよ。なんでもないよ。そう？相談ならいつでも乗るからね。ありがとう。うん、今は大丈夫。ならいいんだけど。小野ちゃん来たからまた後で。遠慮しないで何でも聞いてよ。ん？今何でもって。翔子にはこんなこと相談できない。というか誰にも相談できないよ。でもいつまでも暗いままじゃダメだ。今の状況を整理しておこう。私はタヌキにおまじないをかけられていて、イケメンが正方形に見えている。今私の前にいる正方形は5人。財閥の御曹司である赤い二階堂くん。なんか二つ名みたいでかっこいいな。二階堂正宗。ハキハキとして真面目そうな青木くん。青木くんか。ちょっとこれ文字がちっちゃくて青木に見えちゃった。声が大きい。あれも大きい。帰国子女だという異色の、違う、黄色の斉藤くん。バカそうな緑の源くん。ひどいだろバカって。でも一番イケメンだったりするんだろうな。茶色い小野先生。そのイケメンの姿を見たければ3ヶ月以内に好きになってもらうことでいいんだよね。ということなんですが、わかりましたか圧力さん。はい、全くちっとも全然わかりません。そっか。みんなも誰かが困ってたら話を聞いてあげてくださいね。それじゃホームルーム終わります。しまった、考え込んじゃってた。平常心平常心と、クールビクール。ちょっといいかな圧力さん。わあ、青木くんだよね。青石覚えてくれてたんだ。青くて覚えやすいから。え？青って？あ、いや違うの、こっちの話。何の用かな。これだけは聞いておきたくて。君、二階堂くんと友達なのかい？およ、マブよ。あれで友達に見えた？まったくの初対面だよ。そうか。あと二階堂くんが友達といるところは見たことないって聞いたよ。うん。どうしたら二階堂くんと仲良くなれると思う？青木くんはあれか、二階堂にほの字なのか。少し角があるから、四つ角があるからどうかな。そうなんだよ、近づきがたいというか。だけど僕は。はい。二階堂くん。いや二階堂くん、仮想通貨の話をしていたんだ。そうなんすよ、ちょっともう大暴落しちゃったね。なわけあるか。俺のこと話してただろ、聞こえたぞ。声でけえからなこいつ。違うよね。あ、なるほど。3人はどういう集まりなんだっけ。まあこれ変な回答でもいいか。うん、普通に言ったら下なんだろうけど。二階堂くんって友達いないんだって。お前とは絶対に友達になってやらないからな。ブー、こっちから願い先ですよ。ビロビロビー。本当のことは言っちゃダメだよ。待って、二階堂くん。事実だったのか。失礼なことを言っちゃったな。はあ、今日の学校も無事に終わった。翔子は部活に行っちゃったから一人で帰ろう。まあ、ここで二階堂に、いやーいぼっちぼっちって煽ったから、まあ、枯れルートじゃない方が良さそうだね。ここが近所の公園か。散歩にちょうど良さそう。不思議なモニュメントあるね。ん？向こうにいるのは。おるいとバカ。釜飲めしちゃーん。よっす。うわ、ドットだ。この黄色と緑は斉藤くんと源くんだよね。うん、覚えてくれてて嬉しいな。俺のことはルイって呼んで。イエローじゃダメですか。わかった、それじゃあルイくん。いい感じ。お前は引っ越してきたばっかりだろ。新しいタウンはもう慣れたのか。全部ローマ字っていうのがね、バカすぎて面白い。え、この町には慣れた、だってさ。ああ、
ああ、うん。ニアなプレイスにコンビニエンスストアがあって。ダメだ。これただのルー語だ。なんかこいつと同類になっちゃう。便利かな。あとさ、四国って外国か？そうだよ。手形必要だよ。いいなあ、外国。死ぬまでには行ってみて。ええー、じ、四国は日本だぞ。そうなのか。でもあれだよ、スマップ元スマップの中居くんとか昔九州知らなかったとかそういうエピソードもあるぞ。何でも知ってるよな、エジソンみてえだ。ごめんね、ニュアンスだけ拾えばいいから。漁師方を知っているな。うん、なんだ、楽しい話か。源くんの悪口だよ。そうか、へこんだ。じゃあこれあれかな、ちょっと調子に乗ったり、ね、何かが隆起した場合こっち側に出るのかな。ジョークだよエジ、四国ジョーク。源くんへこんでる。ルイくんと源くんか、変わった二人だな。一日を普通に過ごしてしまったけど、ドットに見えてること周りにバレてないよね。考えていてもしょうがないか。おやすみなさい。よし、今日も頑張ろう。すごい頑張る、ほどに頑張る。これ色があるけど、これ二階堂ルート、ルイ君ルートってことなのかな。ほどほどな時間に来た。ちゃんと朝行けよ。お、あそこにいるのはルイ君。あれ、ルイ君長方形になってる。おはよう、ルイ君。ルイ君？どうしたの？そんなにやつれちゃって。ちょっとちょっと、俺はこっち。え？シンクロした。あれ？ルイ君？じゃあこっちは？それは模造紙だろ。区別がつかないというか、なるほど。まあでもね、うん、こっちは長方形。正方形だったらルイ君、覚えた。ほんとだ。ペラペラな模造紙とキラキラな俺を間違えるなんて、君かなりの天然じゃん。まあ呪われてるからね、ある意味ね、デフォの状態だから天然と言えなくもないね。はっと。違うよ、天然じゃないもん。またまた、恥ずかしがらなくていいよ。自然とボケられるのって才能だと思うし。本当に違うんだよ。ってことは狙ってやったの？レベル高いな。どうにかやり過ごした。放課後どうしよう。ああ、青ルート、緑ルート、うーん、じゃあちょっとバカないですか。今日は掃除当番だった、さっさと終わらせちゃおう。他の当番の人は、ギュイギュイーン、来たぜ武道館。そうか、まずは埼玉スーパーアリーナから目指そうぜ。どういう基準だ。うわー、イカれたメンバーを紹介するぜ。ボーカル、ボーカル、ギター、俺、ベース、ベース、俺、源くん。ああ、ドラム、ドラム私ダメ。言うじゃないよ、このバカの相手をするならちゃんと RA もしくは LA でもいいぞ。違う、 DOLAMU で行こうぜ。ドラム私以上だ、アリーナー。 Yeah、 1階席、2階席、立ち見、通路、控え室、男子トイレ、物販ブース、イエーイイエーイイエーイ。その後も箱が揺れまくった。バカだ、無事に一日が終わった。こうやって当たり前になっていくのかな。これ緑の好感度上がったから多分ちょっと解像度良くなってんじゃない。休日さ、何をしようかな。あー難しいね。でもね、ちょっとルイ君ルート行ってみようかな。うん、
近所にこんなところがあるんだ。いろんな買い物に便利そう。あれ、あそこを歩いている黄色いのは。歩いてるって認識できんだ。ルイ君、こんにちは。こんなところで会えるなんて嬉しいよ。私服も超かわいいね。照れる。えへへ、ありがとう。ここ、家の近くなの。寄ってく。いい場所に引っ越してきたじゃん。この辺は俺のお気に入りなんだよね。ファッションのお店が多いからそういうこと。おしゃれさんってよくわかったね。それで、どう？何を？またシンクロしちゃった。やだな、今日の俺のファッションだよ。うわ、難しいな。うん、同一色でまとめていて、そういうのってなかなかね、ハードルが高いけども、しっかり決められてるね。ファッションセンス高えよ。細身のデニムが似合う。いや、ここはね、あえて。何その服。大丈夫、ボロボロだよ。え、こういう格好のファッションなんだけど。ダメージファッション。敵に見つかる前にアンチで回復しないと。何の話。私は回復アイテムを探してくるから、ルイ君は落ちてる武器探してきて。バトロワゲーかな。わ、わかった。また学校でね。最近ハマっているゲームでなんとか乗り切ってないか。これは良かったのかどうなのか。転校から半月、もうこのままでもいいやなんて思い始めてきてる。なるようにしかならないよね。次の授業はエングリッスか。先週の小テスト返ってくるかな。はい、授業を始めます。この前の小テストを返しますよ。ザザザ。まずは圧力さん。はい、はい、どうぞ。65点、普通だな。真剣ゼミの漫画だったら、点数低すぎ、どうしよう、もう死んじゃうってなる、そういう点数だな。はい、それじゃあ今日の授業を終わります。次は中間テストですよ。ファイトです。ファイトだよ。ガヤガヤガヤ。英語のテスト難しかったな。みんなはどうだったんだろう。お、翔子、どうしたの。さっきの英語のテストどうだった。62点、平均点ど真ん中。よかった。これで翔子の点数が良すぎて、どうやってそんな点数取ってるのって言って、私秘策があるんだって言って真剣ゼミを進められるパターンかと思ったけど。そっか、私は65点。負けた。3点だけ。負け犬が。私たち同じくらいだね。抜けがけはしないでね。全然勉強してないわとか言いながら、いい点取るのはなしだからね。おう、もう少し頑張ろうかな。はあ、中間テストか。まあ、ほどほどに頑張ろうね。ガヤ、ガヤガヤ。おいお前、今膝かっくんしただろ。どういう因縁のつけ方だよ。してねえよ、偶然当たっただけだよ。あっちゃー、やってるね。すごい険悪なムードだな。早く止めないと喧嘩になっちゃう。ちょっと待った。なんだお前は。その何も考えないで飛び出しちゃった。どうしよう。やあ、ごきげんよう。お、ニューカラー。これがあのオーラがすごいって人が。輝くドット。おや、しっけ。君たちが仲睦まじそうなものだったから、つい仲間に入れてほしくなってしまった。違うでしょ。こうやって喧嘩させといて光もん出したら、兄ちゃんたち光もんしまいなって言って、男は素手のゴンタだろうって言って喧嘩を再開させるんでしょ、千葉千春みたいに。私の悪癖だな。もしくはあの花山みたいに通りかかったら、二人が喧嘩をやめちゃったから、続けなって言ってあげるんでしょ。おさて、はつらつたる下校時間を再開しよう。君たちもまた明日、グッバイ。なんか緑と同程度のバカに感じるぞ。ヒカル様、下校するだけで輝いてる。
チャック全開だけど輝いてる。じゃあな。すごい、一瞬で険悪なムードがかき消えた。そこの君、名前は？私ですか。圧力川の道と言います。私は君のようなものが嫌いじゃなくてな。これを受け取りたまえ。ありがとうございます。なんだ、ゲンナマ？ではごきげんよう。もしくはあの修学旅行先とかで売ってる竜の形したキーホルダー。謎のカードをもらった。あ、もうびっくりしたよ。デュエルすればいいのかな。いきなり飛び出していくんだもん。何もなくてよかったけど。ごめん、体が勝手に。でね、あの人が島先輩だよ。一色なのに島とはこれいかに。あ、始業式の時に教えてくれたすごい人。そうそう、すごいでしょ、いろいろと。うん、よくわかったよ。ドットだということが。島先輩にもらったカード、放課後3の C 教室へって書いてある。うわー、これ怪しい。なんかね、会員にさせられそう。今度行ってみるかな。4月最後の学校、早いな。気合い入れていこう。この3人だったら、じゃあまずバカかな。それでここの動詞と接続詞が予習したおかげで今日の授業はバッチリ。内容がわかると楽しいかも。真剣ゼミ以外のでやったところだ。ふんふんふん。源くん何をしてるんだろう。ノートに何か落書きしてる。そろそろ当てられそうなんだけど、このまま放っておくのもな。多分さ、当てられたらきっと、あ、はい、春はあけぼの、ようよう白く、今は英語の授業ですよ、と、あははは、とかなりそう。どうしよう。教えてあげよう。源くん。ん？なんだ？源くん、そろそろ当てられるよ。今どこやってるか分かってる？俺は男塾の模写してるぞ。な、何ーって。あのシーンかな、富樫とかの。それは見れば分かるよ。分かるんかい。教科書の20ページ開いて。今読んでるのはこの辺だよ。助かったぜ。どういたしまして。授業はちゃんと聞いておくんだよ。あと教科書に自分の名前書いてね。りょ、源 H。 ローマ字で書くのかよ。まあ源くんの役には立てたよね。